ンセル石田です。ありがとうございます。そんな簡単に僕酔えへんよ今回。あ、そう、はっきり言って、それだけはほんまにこんなやつ大体酔うけどプシューって開いて降りる駅やから、うん、降りたら前におじさんがいはって、うん、おじさんが早く降りろよって言ってきたの。穏やかじゃんってこれ、うん、でカチンって来て、うん、その人乗ってって、うん、え、俺遅かったですか、うん、あ、もう乗ってんの石田。もう乗ってる。次の駅でもう一回さっきの降り方してみるんでちょっと見てもらっていい。すごいなお前、爪こうやってここ引っかかってからこうやってやってこうやってやった瞬間歩きスマやめろって言われて、うん、いやいや爪って言って。俺そんな石田嫌いやな俺やだな。まあでもそうやけど、俺もそうさ、こうバッてこう言い返すの良くないと思ったけど、でもお前もほら黒沢さんに言い返してお前なんで今日黒着てるのだからか、だからに決まってるやんってもろ今日着て、あ、今日はそうやなって、今日その日やから今日その日、2ターン目があった日やから収録の日がね。あれはいろいろあるわな、そら。そうやろ、こっちから言うたら。それで言うとお前の方がやで。何がやいやいや、お前の方がやめときやって。俺はそんなんせえへん。何をやめんなあかんねん氷をください。氷かい。氷を。いや、いやお前の方がやめときや。何がやねん。俺はそんなんせえへんね。あ、ありがとう。ほら石田、今日石田のためにこれすごいやろ、スナックみたいなの買ったやん。スナックに置いてあるようなやつやん。道理で俺にやたらとハイボールを勧めてきたわ本番前にな。本番前に石田ハイボールもあるで、うんうん、これ今日石田が何飲むか言うて分からへんかったから、うん、これな、安竹が安竹してくれたんやこれはそんな安竹ちゃうそれは違うそれはそれは違う。もうちょっと薄いブルーとかだったら安竹だったりしたかもしれんけどお前な。いやそら石田、うん、いろいろあるよ俺かて、言うたかていろいろあるよ、はっきり言うと。いやもうどう見てもいろいろあるやん。いろいろある、ほんまに話せる話と話せない話あるけどさ、うん、本当にいろいろあった、うん、ね。まあ黒沢さんの話はまあぶっちゃけ俺黒沢さんのこと好きなのよ、うんうん、一緒にお仕事もしてきたし、うん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 、ってやってんけど、なんやろなんちゃうやろな、もう今日はいいかな、ブレイクをということで、うんうん、今日はね、ちょっとごめん、こうなってきたから乾杯だけしてもらって。仕切り直そう仕切り直そう、うん。俺な、うん、そのいろんな今までで、そのこの芸能界っていろんなゴシップもあったし、うんうん、いろんなニュースもあったやんか、うんうん、でもやっぱり外野の方、うん、でそれはなんて言うんだろう、一般の方々が何を言っても俺はそれは仕方がないと思うのよ、うん、それはもうしょうがないことだし、うん、そういう仕事してるから、うん、でもそのこれ僕の話だけじゃなくてね、いろんな人の話の中でいろんなゴシップの中で、うん、その外の外野の方がタレントさんが横からこうものを言うて余計燃えたりする時あるやんか、うんうんうん、僕はあんまり個人的にあんまり好きじゃないんですよ、うんうん、で今回の件ってここまで話すのも初めてだと思うんだけど、うん、今回の件って双方ね、うん、僕サイドもね、あちらサイドの方もことを別に大きくしたくないし、はいはいはい、話してもないのよね。あ、そうなんや、話せてないんだね。話せてないというか、まあ話したくもないし、話す必要もないと俺は思ってるから、うん、双方話してないの、うんうん、そんな状況の中でまあ黒沢さんも多分愛やって多分ああいうことをおっしゃったんだけども、うん、それによってまたこうさ燃えたりとかさ、はいはいはい、いろんな意見が来るわけやんか、はい、で俺は黒沢さんにどうこうではなくて、うん、もうあの手の黒沢さんが言ってしまったことみたいな、うん、あの手のことが他のタレントさんとかもするのが、うん、もう耐えれないのよね、うん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 、だから黒沢さんに黒沢さんやめてくださいじゃなくて、黒沢さん以外の他の方々もやめてくださいねっていう意味があったの。あ、はいはいはい、そうそうそう、ほんまそれが真意だったりするの、うんうんうん、でもこれに関してさ、石田も今言ってたけど、うん、いやいやお前はそれ解釈は黙っとかなあかんでとか言うねんけどさ、でもそれはさ、うん、俺だって人だぜいやいやほんまそうよ、人だぜ、いやいや俺だって。いや分かるよ、分かってくれよ石田は。いやそう、めちゃくちゃ分かるけどえ、けどっていうか、うん、いやさっき俺に言ってた人とは別人ですよ
とちょっとちゃうない？俺はさ、うん、なの自分を守るためでもあったりするやんか、うん、そこは、うん、それはあれよ、自分を守るためイコール俺家族もそうなんよ、うんうん、そこは、うん、あの石田のやつ でも知ってるやん。何出れば出るほど際立つっていうのはさ、うん、この業界は当たり前にあるやんか、うんうん、だって何もせえへんのが一番早く流れるわけやん。そうね、うん、でも自分が荒立ててるわけやん。荒立てて荒立ってまたやんか、うん、でまた違う人がこう今もな、うん、話にこういろいろ入ってきて今現段階ではね、これ今7月の何年に撮ってるんですけど、うん、そうまさかの劇団ひとりさんがおっしゃったりとかね、そう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 して、そうあんまりびっくりしましたよ。だから俺も一応こう言うことによって荒立ってることになるっていうのはもちろん分かってんね、うん、分かった上ででもそのリスクを背負ってでも、うん、もう止めたいと思って、うん、そのこの件に関してはさ、さっきも言ったけど双方何も言ってないからもう、うんうん、それこに関して入ってこられてもさ、うん、それは違うじゃないですかっていうのはやっぱり思ってしまうっていうのはあるよね。うん、でもどうなんこれ。フリーズ？え、生でフリーズ見る？そう。何 Wi-Fi 環境？カジサックの Wi-Fi 環境が気悪すぎて。あるやんでも人って Wi-Fi その。え？そうこっちで進めんの嫌や嫌や、それ嫌やもうフリーズしたくなる時もあるやんあるじゃないですか、いろいろね、いろいろあるんですよ。今話そうと思ってたやつを急にこれだけパーン省いて、そういうこと言おう思ったけどこれ話したら赤いかんやつっていう、うん、そういう時あるだからフリーズになるんですけども、はい、まあもうしゃあない、それはもう仕方がないし、大変やってやん、ほんまいろいろと。なあもうほんまに大変やった。もう俺もう初めて言うけどキャラブレして申し訳ないけど久しぶりに精神的に危なかったよ。これもマジで、多分まあ石田も知ってると思うけど俺一回ちょっとね、うん、過去に20歳21歳かな、うん、こうちょっと精神的にパカーンってなってしまった時期があってんけど、うん、思い出したわ、危なかった、ほんま危なくて、うん、いろいろあってね、でもうやっぱり偉いもんでその経験をしてるからさ、うんうん、わかんねん自分で、うん、これ以上溜めてしまうと、うん、タンクが爆発するっていうのが爆発する、うんうん、そう、うん、そこを分かれたのはやっぱりあの経験があったからなのよね、うんうんうん、そうそうそう、だから石田もさどっちかって言ったらさ、うん、メンタルってそんなに強い方じゃないでしょ。俺もねやっぱりそのちゃんとお薬の力も借りましたし、一時期な、今はないやろ、もう今はないですけど、でも M1 優勝した次の年が一番伸びましたかね、うん、ああまあいろんなプレッシャーもあり仕事も増えてっていうところもあって、うん、そう石田のやりたいこととちょっと違ってたりもしたりもしたしな、絶対そう、うんうん、やけどでも今でもあれだよ、ガッコーンって入った時に、うん、あっってなるよ。あ、今もあんの？今もあ今この状態ってあの薬飲んだら結構楽になれんのかなとかっていうのはほんまにごく稀によぎったりする。電話しこいよ、そういう時にお前俺に電話してこいよって言われるんじゃない、わかるか、電話してるかそういう時に俺に連絡してこいよ。俺はな、はっきり言ってな、はい、俺はなほんま偉そうにごめんやけど、はい、やっぱ経験してるから俺分かるからさ、はい、その経験者に連絡してきてくれたら俺は話聞けるやんか。いやだから俺は、うん、そのお前が、うん、その一回ね芸能界ちょっと飛んだというかそういうのやったよ、一回あったんですよ本当に2ヶ月半ぐらいで戻ってきたんですよ、戻ってきた時に俺が、うん、こいつらの番組の前説やってたんですよ、うん、で打ち上げがあって、その時打ち上げがあって、うん、で俺が結構精神的に弱いっていう話も結構その時知れ渡ってて、うん、で梶原がこう俺の横に座ってくれて、お前結構もうちょっとなんかそう心弱いらしいなって言って、いつでも連絡してこいよそんなかって言う、でほんまいつでも連絡してこいよって言われてで、あそう、あマジでって言った、うん、でその時にお前が言ったのが、俺はお前の救急車やからっていう全然上手くないこと言われて
俺はお前の救急車こいつうまくないな待ってくれよ、言ったか俺そんなこと言って俺が、うん、言ったか言ってでもな、俺たぶん、うん、でもなんとなく覚えてんね、うん、救急車までは覚えてないけど、うん、俺も分かってん、石田を見た時に、うん、もう分かるようになってん俺、うんうんうん、分かる、それはすげえ分かる、病気を経て乗り切った後、うん、もうその人を見て喋、うん、ちょっと喋ったらこの人って精神的に弱い人だなとかも、うん、分かるね、まあ弱いっていうか、まあ片足な溝にはまっちゃってるなとか、そうそう、そういうのは分かるね、そう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 、うんうん、で言うと石田がもうはまっててん、なんか片足が、うん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 、だから多分言いたかったんやろうな、うんうん、ただそのダサいよねいやマジで俺こんなダサいやつ世の中におんねんめちゃめちゃかっこよく登場してさで今思うとあの時も持ってたグラス酒じゃなかったんかカルピス当時カルピスが好きでね飲んでたんですけどもいやと思うとじゃあでも連絡しこいってそういう時でもいやお前あれ言ったけど俺に連絡先教えへんかったからな俺どうやって連絡すんねやろうと思ってあでも西野知ってるから西野に連絡して繋いでもらったらええんかっていう謎の方向を違うなそれで言うと違うな俺はおそらくその時に、うん、俺も言うてもお前似てるわ、うん、人見知りや俺も、うんうん、あの偉そうに言うてるけど、うん、そこで言ってほしかったと思うね石田にじゃあ連絡先教えてくれやっていうのを待ってたんよ俺はでも来ないんだよ待てども来ないないそん時の記憶あやふやるんですよせやないろいろあんほんまいろいろあるんですでも石田は絶対強い人ではないからさ、うんうん、今も先ほどちょっとショッキングやってんよ未だにそうやってちょっとお薬に頼るっていうことが別に俺は悪いことじゃないと思うんだよ、うんうん、全然いいと思う、うん、別にそういう方もたくさんいらっしゃるだろうし、うん、ただこういう人がね自分で言ってまだ申し訳ないけどこういう人がそばにいるって結構ええでお前ほんまにこれ言わしてこれほんまこんな格好してるから説得力ないかもしれんけどこれマジでそうやねうんうん分かるよもう何でも言ってきてくれよ俺はねカウンセリングもできると思ってるぐらいも自分であその人のな何よりも説得力があると思うんですよ俺経験者やからあでもねほんまにねそれはすげえ分かって、うん、あの世の中にある啓発本というものが、うん、ほとんどハマれへんの、うんうん、うーんやっぱりそれはあのもともとポジティブな人が書いてることが多いからそうね、だからそこ の入り口におらへんから分かれへんだから井上のスーパーポジティブシンキングっていう本なんてもうクソなわけですあの私たちみたいなメンタルからするとあの本でポジティブになれる人はもともとポジティブに寄ってる人なんですよだからそういう人たちの啓発本にはなってると思うんですけどまあ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 俺らみたいなタイプは啓発本に対してもネガティブに取っているので、うんだから啓発本で何かなるっていうのはないんですよだからそれに対して、うん俺落ち込んでいく人が嫌やなもうそれがもうかわいそうやなって思うんですよ、まあね、いやそんな悪いことじゃないし、うん、そのこのネガティブとかそういうマイナス思考とか、うん、なんかそういうなんていうのは結局は、防衛本能がすごいだけなんですよなのでなんかそこを悲観的に思う必要はないなって思ってて、はいはいはい、俺はそれ才能やと思う思えるようになったから今気が楽やしなるほどねそう奥さんに話したりすんのそういう話は奥さんだってね付き合った頃結婚した当初もまだ僕はお薬を持ち歩いてないと不安やったからえその時期やったんやそうそう持ってるだけやと持ってるだけでいい飲まへん飲まなくてね飲まへんその存在よねお薬という、うん、お守りみたいなそうそう安定剤抗生剤睡眠薬があって、うん、でそれを持っておくだけ、うんうん、常に移動してる時に持ってるっていうだけ安心感やそうそう、うん、でよかったんけど、うん、それもでもあゆみちゃんが言ってくれてそれもう持ち歩くんやめたら、うん、結局依存先がねその時やっぱ薬になってるわけですよね、うん、ってなってじゃあ私が持っといてあげるわって言っていやでも持っといてもらっても俺はやばくなったらそれを飲めるかどうかっていうその依存になってるから石田からするとねそうそういやそれちょっと怖いかもって言ったらいや私何があってもじゃあ電話取るから
って言って、ほんまにあかんくなったら電話取るから、うん、私持ってってあげるからみたいな感じで、じゃ、うん、だから私持っとくから、だからいつでも連絡してきてって言われて、じゃあ一回試してみるわって言って、嫁さんに試したん持ってもらって出てった。不安、ああ不安やな、まあ、最初そうやな、そうそう、で帰って、いややっぱ不安やったわ、じゃあ明日は持ってこうみたいな、うん、でずっと繰り返して、うん、でずっと持っといてもらうようになって、うん、だんだんその嫁さんに持っといてもらうことが増えてって、ほんで最終的になんか依存先が多分薬から嫁さんに変わったと。はあ、嫁さんつながるかなっていう依存先が変わったんだやと思うな、うん、それで、気づけばもう大丈夫になってたかな。ちょっと待ってくれよ、お前泣きそうやねんけど、これ何やねんこの素敵な話、本当に奥さん素晴らしいね。奥さんはね、ほんまに素晴らしいと思います。でももう一個の薬を持ってくれる人間が横にいるなまた全然うまくないことになってどうしよう、西野さん、ミキティみたいに言うなお前こういう存在を頼ってほしいと思っている今よってモテるけど俺はね、任せてくれって、石田騙されたと思う。ちょっと待って何、俺今病んでる設定だったけど俺今そんな過言となってない。じゃあ過言じゃなくて、うん、過去になる可能性があるっていう話をしてるのもわからないのかね。まあまあまあ、そう、あなたもいやいや、それで言うとあなたが一回ちょっと前に過去ってなった話でしょ。過去ってなったそっから始まってるんですよ、これ。過去はあなたで知ったわけちっさてはちっさてない、俺は。いやでもちっさわんな、お前お前ずるいぞ、今のは。え、俺がたまたまちっさに近づいてただけでちっさわったことをするな。お笑いの暴力や、今のは。お笑いの暴力。いや、おもろいな、うん、これはもう俺今日話したかった話全然できてないわどうしよう、3ヶ月後しようか。ええわ、もう。いや、ええわ思ってないの。いや、もうずっとそれやん、もういや、今日お前がひどいわ、それは。何話したかじゃあ、先言うとけやお前が話したやつ言うとけうまいことそっちに持ってこうと頑張るわ俺もそんな寒いやろ、本番前にお前こんなこと話したいと思うなんか言うの俺が思ってた話一個もしてないわ僕はそんなの寒いの、お前テレビなんかほとんどそうやないかテレビなんか全部そうやないか何やねん今日これ何やねん焼き肉屋終わりやろこれお前終わりやろ嘘やん、これ怒られるだよお前、こんな視聴者さんに熱しただけや、マジで熱そうやなんやねんこれ、ほんまお前このために勝ってんやろ。そうやね、今日今日マジでこの企画のために勝ったんやね、これ勝ってんねん、おもろいな、これちょ、いや、ほんま3ヶ月後まで焼肉トークやろやけよやけよ次は焼く、生肉見せんの次は絶対焼くからありがとうございましたごめんな、うん、ごめんなええでもうこれ多分ほんまにこれ、うん、あかんわこんなことしたらほんま焼き肉俺ジュージュー焼きながらさ、うん、だって一番最初で言うたらお前さ、うん、俺奥様と普段ご飯どこ行くのって話からなんでこうなってもうたんやろって俺も思ってんねん、うん、なんでこんな話になったんやろって俺それきっかけで焼き肉焼こうと思ってたんや、うん、だからお前も悪いのよ。俺が悪いそれもほんまにこれごめん、じゃあマジで、うん、俺今日聞きたい話あったの、うん、本当にでも、うん、あのもう永遠喋ってまうから、うん、一回ここで止めるわ、うん、ほんでちょっともう一個のチャンネルの方でちょっと続き軽くだけ撮らして、うん、もうこれじゃったらターハイになっちゃうからターハイっていうのはその撮りすぎになっちゃう、ね、俺やっぱりこの自粛期間中に石田がどうやって仕事してたのかとかを聞きたかったよ俺全然聞いてない
自粛の字も出てへん。いや、そうやねん、お前がすごかったんやん、今日調子よかったな。いやいやいや、いや、生き生きしてたよ。いやいや、ほとんど俺ここに右肘ちょっとなんで、ちょっと今回これはメインはここで示させてもらいますわ、はいはい、ほんまに続きというかサブチャンネルで、サブチャンネルの方でちょっと続き軽くおしゃべりしたいと思います、うんはい、石田でもほんままた3ヶ月後頼むで、お前 LINE ありがとうな、うん、また LINE くれやな、3ヶ月後3ヶ月後にまたそろそろやな、相手ほんまこんなん言いたくないけど、うんうんうん、俺、うん、あの時から3ヶ月経ったら、うん、あれまたあれやからっつって、うん、俺カレンダーに印つけたお前もう恥ずかしい、めちゃめちゃ恋してるみたいな。お前もう親友やな俺と。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。